こんにちは、ベンジです。アンダーテールの続きをやっていきます。前回パピルスとお友達になって、このサンズとまだ話しかけてないね。どうかしたか？おいら仕事を掛け持ちしてんのさ。おかげで休憩時間も2倍。今からグリルビーズ行くけど来るかい？どこだっけグリルビーズって。うん、そこまで言われちゃしょうがない。仕事を切り上げていくか。あ、そっちなの？こっちだよ。おいら近道知ってんだ。あ、ここかグリルビーズ。ほら、もう着いた。みんなお疲れ。サンズ、調子はどうだ？サンズ、いらっしゃい。サンズ、さっき朝飯食いに来たばっかじゃないか。いや、最後に食いに来た朝飯は30分も前だぜ。ブランチならついさっき食いに来たけどな。大受け。まあ座れよ。おっと、席を選ぶときは気をつけな。どっかのアホがブーブークッション仕掛けたりするからな。じゃあとりあえずオーダーしようぜ。何食う？バーガー。ああいいね。よう、グリルビー、バーガー2つ頼むぜ。グリルビーっつうんだ。あ、あの頭の火で焼いてくんだな。ところでさ、あんたどう思う？パピルスのことイケてるよ。ま、当然だな。あんたもあのコスチュームを着ればイケてるスターになれる。あいつよほどのことがない限りあれを脱がないからな。あ、でも安心しな。ちゃんと毎日洗ってるから。着たままシャワー浴びてるって意味だけど。やったー、バーガーだ。飯が来たぜ。ケチャップかけるか？かける。ボーンナペティ。ん？何？ケチャップのボトルを傾けた。キャップが取れてボトルの中身が全部お皿にこぼれた。あー、しょうがないな。おいらの食えよ。あー、優しい。どうせあんま腹減ってないし。優しいじゃん、サンズ。で、パピルスだけどさ、あいつが頑張り屋なのは認めるだろ。ロイヤルガードになるために地道に努力してるのさ。してるしさ。ロイヤルガードってのはあのドリーマーを守る戦士なんだろうな。あいつロイヤルガードのボスの家の前まで行ってメンバーにしてくれって頼んだんだぜ。ま、当然相手にされなかったけどな。夜遅かったから。でもあいつは朝まで家の前で待ってたんだ。そのやる気を買ってボスも訓練してやるって言ってくれた。そんでまあ未だに訓練中ってわけだ。へえ。そうそう、一つ聞きたいことがあったんだ。何？言葉を話す花って聞いたことあるかい？あるよ。最初にあった。そっか、もう知ってたか。そいつはエコーフラワーっつって、あ、違うわ、外にあったやつか、さっきの。沼地のあちこちに生えてる。この花に声かけると、その言葉を何度も繰り返すんだ。だからなんだって？パピルスがさ、この前変なこと言ってたんだ。一人でいると時々花が一輪現れて話しかけてくるって。それがあれじゃない、最初のやつじゃない。褒めてくれたりアドバイスくれたり励ましてくれたり予言をしたりするって言うんだけど、おかしいよな。きっと誰かがエコーフラワー使ってからかってんだ。あんたも気をつけておいてくれよ。頼んだぜ。いや絶対あいつのことだよ。さてと、ずいぶん長いこと休憩しまったぜ。仕事が山積みなのにあんたが引き止めるから。そうそう、おいら金欠だからお勘定も頼んでいいか。1万ゴールドポッキリだ。持ってねえよ。なんてな。グルービー、今日もつけにしといてくれ。かっこいいよな、サンズ。ああ、それとなんか言おうとしたけど忘れたからいいや。めっちゃかっこいい。え、ここまで戻ったってことはこっちかな。違うか。またあっちまで行くのかな。あと、あの家の人には言わないでって言われたやつ。あ、パピルス、俺様に会いに戻ってきたな。貴様どうやら本気らしいな。なら貴様をとっておきの場所へ連れて行かねばならん。俺様がよく行く場所だ。上じゃね？上だな。
かわいい。あ、違ったどこ行くの、ちょっとここかよ、わら様の家。あ、そうなんだ。それは兄ちゃんのベッドロックだよ。ベッドロックってなんだろう。兄ちゃんはいつも餌やりを忘れるから、俺様がやる羽目になる。お決まりのパターンだ。石にチョコスプレーがまぶしてある。なんのペットの。それはゴミ箱だ。いつでもゴミ箱を訪ねてきてね。グルルな俺様の食料事情に興味があるんだな。美食家の俺様が日頃何を食べているかじっくり詮索してくれ。冷蔵庫の半分はスパゲティと書かれた入れ物で埋まっている。残りの半分にはポテトチップスの空袋が一つ入っている。見ろ、流しを高くしてみたんだ。お、本当だ。これなら下に骨をたくさん入れられるからな。覗いてみろ食われてんぞ。なにー、ずうずうしい犬め、捕まえろ。もう兄ちゃん、俺様の日常に BGM つけるのやめて。かわいい。汚れた靴下だ。メモがたくさんついてる。兄ちゃん、靴下拾ってよ。おーい。拾ってまた同じ場所に戻したら意味ないでしょ。おーい。だから5センチ動かしてどうするの。自分の部屋に持ってって。おーい。だから戻さなくていいから。おーい。なんでまだここにあるの。だってオイラの部屋に戻さなくていいって。もういい。ちょっとサンズに会いに行くか。鍵がかかっている。ああ、ダメか。名画だ。人生において何が大切か思い出させてくれる。これは？そこは俺様の部屋だ。家の中を一通り 見終わったら、部屋に入って仲良しの友達らしくまったりするか？はい。あ、ブランキー・ジェット・シティのポスターあるじゃん。ブランキーじゃねえや。ミシェルガン・エレファントのポスターじゃないよ、これ。その旗いいでしょ。アンダインが海辺で見つけたんだ。人間の世界から流れ着いたものかな。まあ確かに、どうして人間の旗に生かしたスケルトンが描かれているのかは謎だが、俺様が思うにきっと人間はスケルトンの子孫に違いない。にゃははははは。まあそうだね、間違ってないと思う。それはアクションフィギュアだ。戦術を考えるときに参考になる。なんでこんなたくさん持ってるのかって？それはもらったからだ。ぽっちゃりしてて、いつもニコニコしてて、人を脅かすのが好きなやつにな。そう、あいつだ。サンズだな。サンタさんだ。あ、そう。それは俺様の愛読書だ。こだわる人のパズル制作講座上級編。その隣の本もお気に入りだぞ。ふわふわうさちゃんといないいないばあ。最後のページは何度読んでもドキってなる。パソコン持ってんじゃん。俺様はネットで有名人だ。あと12人でフォロワーがついに2桁に突入するし、当然有名勢に悩まされることもあるぞ。嵐に煽られたりすることもある。ダサいフォントで寒いダジャレを送ってくるやつもいて困ってるんだ。それサンズだぞ。押し入れにお化けはいないよ。時々俺様が入るだけ。はい。洋服がきちんと整理整頓されてかけられている。あ、骨いっぱいある。それは貴様への攻撃に使った骨だ。ああ、そうなの？今となってはいい思い出だな。まるで昨日のことのようだ。実際にはついさっきのことだけど。ベッド？それは俺様のベッドだ。いいね。いつか地上に出られたら、どこまでも続くハイウェイをドライブしてみたいな。髪を風になびかせ。肌に太陽の光を浴びて。でも、そんなのは夢物語。だから寝てる間にドライブするんだ。いやー、かわいいパピルス。ちょっとサンズの部屋入らせてくんねえかな。ダメか。ああ、じゃああとこの本だけか。ジョークの本だ。中を見る。ジョークの本の中に、量子物理学の本が入っている。さらに中を見た。量子物理学の本の中に別のジョークの本が入っている。さらに中を見た。別の量子力学の本が入っている。これ以上見るのはやめた。よし、じゃあ帰るか。じゃあな、パピルス。あ、パピルスに話しかけてねえや。俺様の風光明媚なマイホームへようこそ。ゆっくりしてってね。
量子力学ね、難しいんですよ量子力学って。学生時代に授業を取ってはいたけど全然理解はできなかった。ここなんかいけねえか、理解はできなかったな。もうね、なんか哲学みたいな話なんですよちょっと違うかもしれないけど。あ、サンズもう帰ってきてる。よ、また一緒に飯でも食おうぜ。セーブしてきます。お、罠っぽい。あ、異次元ボックスね。あ、アンチボックス派。一体何のために？箱に入ってるアイテムは使えないのに。これ、押される？押されるんだな。あ、なるほど。じゃ、これを避けていけっていうことだね。簡単簡単。うわ！すごい。ちょっと怖い。お！パピルス。アンダイン隊長、今日の任務の報告に来ました。その、さっき電話で伝えた人間のことなんですが。え？戦ったの？あ、え？戦ったのかって？もちろん戦いました。実に勇敢に。え？捕らえたのかって？その、一生懸命頑張ったけど、逃げられちゃって。え？人間の魂取りに行く？隊長が？でも、別に殺さなくたって、だって、はい、全力で手伝います。やべ、あ、来たか。アンダインが来たぞ。うわ。絶対強えよ。ああ、闇に紛れた。怖っ。あ、子供、ここ来たら怖えぞ。やべえ。なあ、見たか？お前を見るアンダインの目。やべえよ。マジ最高じゃん。いいなあ。なんでお前だけあんなに注目されてんの？ははは。行こうぜ。アンダインが悪いやつぶっ飛ばすとこ見に行こう。よっ。ずっこけた。危ないよ。まだ恐怖で体が震える。なこれ。足場の種は、水面に4つ並ぶと花を咲かせる。あ、持てる。え？こういうこと？はい。なるほど。久々に敵だね。アーロン、筋肉をピクピクさせて現れた。殺してやら。学歴？趣味？特技？いや、聞いてませんけど。簡単です。よし、読めん。読めない。またこのスイッチだ。過ちを犯したならば鐘の花を鳴らせ、足場の種は始まりの場所に戻るだろう。なるほど、やり直し聞くよってことね。じゃあまずはここでしょう。はい。あ、4つやんないとダメか。じゃあどっか適当に。あ、ダメ？近くないとダメか。こんな看板読んでどうすんのとか言われたら嫌だな。たけしの挑戦状みたいに。あ、やべえ、ダメかも。あ、じゃあ分かったよ。そういうことね。
ていうか、なんかすごいなんかあれ、ああいいのか、ここに4つやればいいのか。あ、看板後ろから読めるかな。はい、おめでとうございます。見事な不正解です。そう、4つだからね、4つってのがミソなんだよ。ここだと3つしかいけないから4つでしょ。どうすっかな。あ、例えばよ、まっすぐじゃなくてもいいんであれば、こういうのはどう？ダメか。ダメなんだ。まっすぐ4つか。縦に、こうだな。わかった。これでいけるわ。2、3、4、簡単すぎますね。プルー、え、あ、もしもし、パピルスです。どうして番号がわかったかって。こんなの簡単だ。1から順にボタンを押していったら繋がった。にゃははは。今どんな格好してるの。いや、友達に頼まれたから聞いてるだけなんだけどね。貴様がバンダナを身につけてるのを見たってその友達が言うんだ。それ本当？貴様は今バンダナを身につけてるの？つけてないよ。そうか、バンダナは身につけてないんだな。オッケー。貴様とは友達だから貴様の言うことは 100% 信じるぞ。じゃあまたね。やべえ、アンダインにバラされてるぞ。願いの間。あ、エコーフラワーだ。遠い昔、モンスターたちは夜空の星に願い事をする習慣があったの。心を込めて願えば叶うと言われていたのよ。だけど今はいくら見上げたって天井に光る石しか見えない。あ、石なんだあれ。こんなにたくさんの人がお願いしてるんだから叶わないはずがないよ。王様がちゃんと証明してくれるって。ウォッシュア。え、なに？トイレ？なんかトイレっぽい見た目してる。足を洗うよ。ピヨ。わあ、ダメ。逃げ遅れた。自分の傷を見て気分が悪くなった。ラブが上がった。だからね、お姉ちゃんも早く願い事して。いつか妹と一緒に本物のお星様を見られますように。覗ける？望遠鏡を覗く？壁を調べてって書いてる。上の壁？明るいとこで見えるってだけだ。この上の壁ね。もっと上かな。星占いによると今週の運勢は先週と同じようだ。ここね。よし。壁一面に古代文字が刻まれている。なんとか解読できそうだ。文字。人間とモンスターの戦争史。人間はなぜモンスターを襲ったのか。彼らには脅威など存在しないかに思われた。人間は圧倒的な強さを持つ。全モンスターの魂を集結してようやく一人の人間の魂に匹敵するほどその力の差は歴然としているのだ。へえ。だが人間にも弱点が一つある。その弱点には皮肉にも彼らの魂の強さが関係している。人間の魂は死後も肉体を離れ存在し続けることが可能なのだ。そうなの。このため人間を倒したモンスターはその魂を奪うことができる。モンスターが人間の魂を取り込めば底知れぬ力を持つ恐ろしい怪物となるのだ。奇妙な生き物の姿が描かれている。どこか見るものを不安にさせる絵だ。あ、なんですかこれ。なんか左も行けるとこあったんだけど。うわー、また影さしてるよ。きたー、アンダイン。え、うわ、うわ、ちょっ、え、そういうこと。
シンボルエンカウントになってるみたいな。ダメ。お、あ、でも短いんだ。よいしょ。こう。ダメ。こう。こう。よしぞ。え、まだ来る。避けた？来たな。やべえ、今俺どこにいるか分かんねえ。え、はあ、やられた坊や。かわいそう。ああ、調べらんないわ。これなんだ？ん？あ、あれ？生きてた。やべえ、今の見た？アンダインにさわられたぜ。俺もう絶対顔を洗わないもんね。あ、持たれただけか、今。お前ついてなかったな。もうちょっと左の方に立ってたらドストライクだったのに。ま、元気出せって。アンダインにはきっとまた会えるよ。身代わりになってくれた。これなんだ？この地図は長い間放置されたため、魔法のクリスタルに包まれている。テーブルにくっついて取れない。で、ネズミ。チューチュー。あ、やっぱネズミは存在するんだな。いつかネズミはあの不思議なクリスタルからチーズを取り出すかもしれない。そう思うと決意がみなぎった。もうちょい進もうか。おお、サンズ。おいらも望遠鏡ビジネスを始めてみたよ。このプレミアム望遠鏡1回5万ゴールドだけど、あとはお友達料金でタダでいいぜ。どうする？使う。赤いね。なんだ、ケチャップ塗ってあんのか。なんもないわ。あれ、ご満足いただけなかったか。心配すんな。全額返金するぜ。え？ちょっと、いたずらされたよ。お前は誰だ？星ってなーに？触れるの？美味しいの？殺せるの？あなたは星なの？怖っ。あ、これはパンチカードを入れる箱だ。今は何も入っていない。古代文字を塗りつぶすように21種類のフレーバーがリストを、フレーバーのリストが書いてある。これ電気なんだな。店を移動してみたけど相変わらず客足は伸びないね。でも大丈夫、新しいシステムを導入してみたんだ。パンチカードさ。ナイスクリームを一つお買い上げいただくたびに、その箱からカードを一枚プレゼント。カードが三枚貯まったらナイスクリーム一つと交換できるってわけ。これでリピーターが増えること間違いなし。ナイスクリームいかがすか？舌にひんやり心はほっこり。美味しいフローズンスイーツだよ。今だけたったの25ゴールド。いらない。じゃあお友達に伝えておいてよ。水の流れる洞窟の奥にアイスクリームショップがあるって。水の流れる洞窟の奥にアイスクリームショップ。あ、ここ？わかった。宣伝しとく。こっちかな。すごい綺麗なとこだな。通りすがりの会話が聞こえる。願い事ないの？一つも？通りすがりの会話。一つだけあるけど、くだらないことだから。あれかな？お姉ちゃんと妹の会話かな？あの、入り口のとこで聞いた。バレーシューズを見つけた。拾う。装備じゃないよね。あ、装備だ！オフールのシューズ履くと危険な気分になる。バレ
レーシューズね。どういう攻撃なんだろう。また攻撃方法が変わるんだと思う。ん？もしもし、パピルスです。さっき貴様がどんな格好してるか聞いたでしょ。それを知りたがってた友達はね、貴様に殺人願望を抱いてるんだ。でも心配いらないから、パピルス様は貴様を裏切ったりはしない。貴様はバンダナを身につけていないと言ったな。だから友達には貴様がバンダナを身につけていると伝えておいた。おお、あからさまな嘘をつくのは心が痛んだ。だが貴様はバンダナを身につけていないのだから、これで彼女に襲われる心配はないぞ。女？貴様の身の安全は保証された。ふう、まったく骨が折れる。俺様はみんなと仲良くしたいだけなのに。ああ、パピルスを信じてよかったね。あそこで逆張りしてたら、言われるとこだった。シビカビ。おお、そういう感じ。コポコポ。線が3本になったわ。よし。あ、アンドゥートロアで攻撃してるわけか。そんなことないよ。大丈夫。笑わないわ。約束する。なるほど。どんな面白い願いをしてるんだろう。人間の魂を奪う我々モンスターの力。人間たちはこれを恐れた。うん。お、なんかニョロニョロ、ニョロニョロ来てるよ。え、叩かれた。動けなくなった。ボスか？ボスっぽいね。うわぁ、かわいい。小学生の描いた絵みたいな。あ、どうも、こんにちは。通りすがりの人？私、オニオンさんだお。オニオンさんって呼んでお。オニオンさん。ウォーターフェルは初めて？ここはいいとこだお。オニオンさんも大好きだお。お気に入りだお。この顔かわいい。でも最近水がどんどん減ってきてるお。だからずーっとしゃがんでないと頭が出ちゃうお。でも、いいんだお。都に住むよりマシだお。人の多い水族館で生活するなんて真っ平だお。友達はみんな水族館暮らしだけど。やべえ顔してる。どうせ水族館は満員だお。住みたくても無理だお。でも大丈夫だお。アンダインが何とかしてくれるお。オニオンさんはここで出て広い海で暮らすんだお。あ、出口に着いたね。じゃあ、まったねー。ブクブクブクー。あ、戦わないんだ。やる気満々だったんだ。よし。シャイレーン。あ、隅に隠れたけど、なぜか出会ってしまったと。よし、強い。ダンスシューズ。なんか今、下、残ったけど。北の間には大いなる財宝が眠る。こっちは。人間にはこれに対抗する手段はない。彼らは我々の魂を奪うことはできない。モンスターが死ぬとその魂は直ちに消滅する。また生きたモンスターから魂を奪うには途方もない力が必要となるのだ。ただし一つだけ例外がある。ボスモンスターと呼ばれる特殊な種族の魂である。ボスモンスターの魂は強く、死後もすぐには消えない。わずかな時間だがその場に留まり続けるのだ。これを人間が取り込むことは可能だろう。しかしこれまでに実例はない。そして今後もこのようなことは決して起こり得ない。いいこと聞いた。何？ボスの能力を奪えるってこと？はあ。ピアノだ。弾いてみる？なるほど。楽譜が欲しい。回廊の奥に響く不気味な調べ。共に奏でよう。最初の8音だけでいい。なるほど。じゃあ、そっち行くと流れてるってこと？これか？石像だ。足のあたりは濡れていないようだ。ん？一本どうぞ。あ、傘。かわいい。
え、音楽聞こえないけど。お、傘持ってんじゃん。アッキー。出発。入ってないよ、あんた。この映ってるのもなんかいいね。アンダイン、やっぱかっこいいよな。悪い奴らをぶっ飛ばしてくれるし、絶対負けないし。もし俺もし人間だったら怖くて毎晩おねしょしちゃうね。アンダインにぶっ飛ばされるよーっつって、ははは。お前今横に人間いるぞ。人間だって気づいてないのかな。前にさ、学校で花を育てる授業があったんだけど、王様じゃないや、ドリーマーさんがね、花を寄付してくれたんだ。ドリーマーさんは学校にも来て、みんなに責任とかの話をしてくれてさ。ほんで思ったんだけど、アンダインが学校に来たら最高じゃん？きっと先生をみんなぶっ飛ばしてくれるぜ。かわいいな。ああ、でもアンダインは先生をぶっ飛ばしたりしないか。罪もない人に暴力振るったりしないよな。まあそうだろうね。人間以外には暴力振るわないと思うよ。どうなったの？あ！わあ！素敵すぎる。坊主、坊主行くぞ。おい、坊主。あ、傘返しちゃったか。傘を返す。この段差、高すぎて登れそうにないな。お前、アンダインに会いたいんだろ？俺の肩に乗っかれよ。あ、マジ？役に立った。サンキューな、坊主。じゃあ、先行っててくれ。俺のことは気にすんなって、抜け道見つけんの得意だからさ。毎回転ぶね、あんた。人には親切にするもんだってことだな。そして恐怖に駆られた人間たちは我々モンスターに戦いを挑んだ。彼らは何の前触れもなく攻めてくると我々を襲い、一人も見逃しはしなかった。戦いの末期はもはや戦とは呼べぬ状況だった。団結した人間たちはあまりに強く、モンスターたちはあまりに非力だった。人間の魂を一つも奪うことなく無数のモンスターたちが塵と化した。なるほど。戦力差がありすぎたわけだな。はい。ということで、今日はこれで終わりましょう。次回、アンダインと戦うことになるかな。はい。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。